工場長です。今日はまたまたドールのリペイントシリーズやっていきたいと思います。で、今回も鬼滅の刃のキャラクターを作っていくんですけど、今回使うドールちゃんはこちらです。ババババーン。皆さんおなじみではないでしょうか、 LOL サプライズ。私の動画で何回も開封動画をやっているので知ってる方も多いのではないかなと思います。今回はこの LOL ちゃんを使って炭治郎と善逸と伊之助、この3キャラクターを作っていきたいと思っております。絶対さ、このミニサイズの3人並ぶと可愛いと思うんですよね。ということで早速作っていきたいと思います。工場長のチャンネル。まずは今回使っていく鬼殺隊の卵たち。まず一番左の子が伊之助の原石。肌の色が伊之助っぽいのと、髪がねすっきりしてるからイノシシの面をかぶせやすいかなと思って、この子がぴったりなんじゃないかなと思いました。そして次、こちら善逸の原石。ちょっと肌の色は違うんですけど、髪の毛のこの跳ね具合、これをうまく利用すれば善逸になりやすいんじゃないかなと思いました。そして最後、炭治郎の原石。この子はね、なんせ男の子なんですよね。それと今帽子取れたからわかると思うんですけど、額のあざが描きやすいんじゃないかなと思って、この子がぴったりかなと思いました。まあ肌の色はね、この子も善逸くんと同じでちょっと違うんですけど、まあその辺もなんとかしていきたいなと思います。それでは早速作っていきたいと思います。まずはサランラップを使ってみんなの頭をラップで覆っていきます。覆ったら取れないように輪ゴムをかけておきます。こんな感じで準備が整いました。木工用ボンドをお水で溶いていきます。ぎゅーっと結構多めに入れていきます。よいしょ。これでしっかりと混ぜて、トキ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 と。そしたらティッシュを用意して、これを1回2回ぐらい折って、このラップをかけた頭を覆うようにティッシュで覆っていきます。これでさっき水で溶いた木工用ボンドを筆とかなんか使って、このティッシュにいっぱい染み込ませていきます。全体的に染み込ませて顔と密着するようにしていきます。ティッシュを次2枚ぐらい重ねておきます。繰り返しこの木工ボンドのお水をトン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 含ませていきます。よし、こんなもんでいいのではないでしょうか。しっかりと乾かしていきます。他の2人も同じように作っていきます。1日しっかりと乾かしました。今の状態がこんな感じ、結構こんな感じで固めに仕上がっております。そしたらこの固まったやつを頭の形に切り抜いていきたいと思います。とりあえずこのラップからティッシュを取っていきましょう。前の方は破れてもいいので少し破って引き出していきます。じゃじゃーん。そしてラップは取っちゃいます。こんな感じです。そして伊之助の原石、少し取れにくいのでちょっとハサミで余分なところをちょっと切りながら取りたいと思います。よー、取れました。よ、ここまで順調に進んでおります。炭治郎くんがこんな感じ、髪の毛がなかったのですごいやりやすかったです。そして伊之助、伊之助は被り物を作るので顔を全部覆っていくようにしていきました。で、後ろの方切れ込みを入れて着脱しやすい仕様にしております。そして善逸です。これも炭治郎くんと同じように髪の毛のラインに沿って切っていきました。ここまでできたら次、石膏粘土を使って髪の毛の形作っていきたいと思います。まず粘土をこの作った土台に合わせてペタペタと貼り付けていきたいと思います。このもみあげとかのところも先の方まで伸ばしていきます。全面覆ったら次は炭治郎くんっぽい風になるように髪の毛を作っていきたいと思います。ちょっと地道なんですけど、こんな感じでくっつけていきます。こんな感じに炭治郎くんヘアっぽくしていきました。これで一回乾かしていきます。
次、善逸くんやっていきます。まずさっきの炭治郎くんと同じように頭全体に貼り付けていきます。こんな感じですかね。一回粘土をこうやって平らに伸ばしてまっすぐなるようにと、上の方粘土をしっかりとなじませていきます。よし、こんな感じですかね。これでいくつか切れ込みを入れていきたいと思います。いくつか千切り状態のを作ったので、これをペタペタ貼っていきたいと思います。そして前髪つけていきます。長いのが真ん中に1本あるので、まずそれをつけて、ここそこの長さ、ここそこの長さ、ここそこの長さと、なんかうどんがいっぱい乗ってるみたいなんですけど、これでしっかりと乾かしていきます。最後は伊之助を作ってみたいと思います。伊之助が多分一番難しそうなんですよね。うまく作れるといいんですけれども、まずはさっきの2つと同じく最初に全面に粘土をくっつけていきます。そしたらさっきの善逸の時みたいに薄く伸ばしたやつを、頭をちょうど隠れるぐらいの大きさになるようにこんな感じで巻いていきます。で、余分なところはハサミで切っていきます。この上を水をつけた指でこすってなじませていきましょう。そうしたらここの下のところ、ここを少しギザギザに切って、かぶり物の下のところ、なんて言うんだろう、ちょっとモフモフしたところをこれで再現していきます。そしたら次もう一巻きしていきます。平らに伸ばした粘土を置いていきます。そしてこの上をまた整えていきます。こんな感じで作っていきました。で、この正面のところだけ、ここをジグザグさせないで、この下となじませていきたいと思います。こんな感じかな。ちょっとまだまだ遠いんですけど、次はここにお花を作っていきたいと思います。逆ハートみたいな形をしているので、爪楊枝とかでギュッと押し込んで作っていきたいと思います。で、位置を決めて、これでなじませていくようにつけていきます。なんとなくなってきたかもね。牙をつけておきます。反対側にもこんな感じで、最後耳をつけていきます。耳はこの辺かな、ちょっと高めの位置ですよね。こんな感じに形作っていきました。なんとか伊之助に見えるんじゃないかな。これもしっかりと乾かしていきます。ここまではいい感じじゃないでしょうか。ではでは、こちら早速色塗りをしていきたいと思います。まず黄色を根元から下の方に向かって善逸カラーにしていきます。オレンジ色でこの毛先のところ、この部分を塗っていきます。ちょっと地道な作業ですね。善逸ウィッグ、こんな感じになりました。いい感じではないでしょうか。伊之助塗っていきます。伊之助色をまず全体に色をのせていきます。ちょうど塗りムラを利用して毛並みっぽくならないかなって感じで、わざと塗りムラをつけてもみました。いかがでしょうか。じゃじゃーん、
めっちゃ猪之助いい感じではないでしょうか。最後炭治郎ヘッド作っていきます。赤と黒を混ぜて赤茶っぽい感じにしてみたんですけど、どうだろうか。できました。ではラストスパート入っていきます。まず炭治郎くんの原石の目を作っていきます。炭治郎くんはピンクっぽい赤っぽいのが目に入っているので、それを塗っていきます。こんな感じ。ちょっと目先にやっちゃったんですけど、肌の色を忘れてました。炭治郎くんはもうちょっと白い肌なので、その色に塗っていきます。できるだけムラなくいきたいなって思うんですけど、どうなるかな。こんな感じに塗っていきました。ちょっとムラが目立つんですけど、あと体の色とちょっと違うんですけど、今回は炭治郎くんメイクっていうことでやっていきたいと思います。ちょっとシュッとこの辺からこうの黒い色でこの洋服をちょっともったいないんですけど黒くしちゃいます。大服っぽく見えるようにしていきたいと思います。よし、こんな感じ。続いて善逸の原石。最初この洋服着てたんですけど、大服っぽい感じになるように着替えていきました。でまず顔から、さっきの炭治郎くんと同じように顔の色を整えていきます。この子は女の子なのでメイクもしてるから、ちょっといろいろとファンデーションでカバーしていきます。眉毛は下がった、ちょっと変わった形のやつですよね。もともと黒っぽいので、今回は下だけ塗ったらいいんじゃないかなと思うので、下だけ塗っていきます。こんな感じです。それでは最後猪之助くんを作っていくんですけど、一応この子女の子なので上は下着をつけている子をちゃんとチョイスしておきました。なので今回は女の子仮装版猪之助くんにしたいと思います。で下のスカートをなんか猪之助くんがつけているこういうのに色をつけていきたいと思います。こんな感じです。もう猪之助くんコスチュームはこれで OK でしょう。鬼滅の刃 LOL ちゃんバージョン完成です。こちらから順番に善逸、そして炭治郎、そして猪之助っていう感じでみんな超可愛くできました。どうでしょうか。めちゃくちゃ可愛くない？で最後そのキャラクターっぽさより持たせるために折り紙で作ったケープ的なのを首に巻いてみました。こんな感じ。この2人、そして圧倒的存在感ですね、この大きな被り物をした LOL ちゃん。ということで今日は LOL サプライズをリペイントして鬼滅の刃の炭治郎、善逸、猪之助3人に変えていきました。いかがでしたでしょうか。今までのリペイントの中で今回のが個人的には一番可愛くできたんじゃないかなって思います。今までのは本当の結構リアルめなお人形たちを使ってて、今回は LOL っていう感じなので、 LOL ちゃんたちが鬼滅の刃たちに仮装しちゃった感っていうのかな、なんかそういうのがすっごく可愛いなって思います。こういう LOL 出ればいいのにねすっごく気に入りました。そんな感じで本日も最後までご視聴ありがとうございました。よかったら他のリペイント動画もあるのでそちらも見てみてください。そんな感じでよかったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。今日はこれで終わります。バイバイ。